チームの代名詞ハイプレスを武器に内容には一定の手応えがあるものの、ここ5試合で勝利がない京都サンガ FC、 今日は6試合ぶりの勝利、そしてホームでの初勝利を狙います。ルヴァンカップから中2日でのゲームということになります。まもなく始まります。ホームの京都のキックオフで試合が始まりました。増田栄太郎、クロスが入る、低いボールシュートだ、最後宮本栄治、決定機でしたね。はい、福田か武田か、ボールの陣に2人います。武田インスギのコーナーキック、ゴールに向かっていくようなボールを蹴っていきました。ここはキーパーの小島です。少しね、直接狙い気味に蹴りましたよね。はい、ファーサイドのマイケル・ジェームズ、そして千葉です。タイムでシュート、バレーシュートだ、ゴールのところ、ここは早いタイミングで出てきました。はい、前半はスコアレス。さあ、そしてここで前半終了の笛です。いや、橋本さん、前半振り返ってどんな印象でしょうか。はい、あ、お互い後半はアルビレックス新潟のキックオフで始まりました。千葉、入る、ヘッドで反らしていきました。ゴールキックに変わります。武田選手ですね。ニアには浅田、ニアの浅田を狙ったボール、跳ね返ったところ、福田がボールを回収、佐藤京、ファーサイド山崎の高さを使って折り返して原大地だ、秋山、秋山に対しては増田天馬が行きました。ディフェンスラインの裏、増田栄太郎のクロス、シュート打っていった、高木が捨てる、谷口の右足だ、振り向きざま谷口、先制したのはアウェーのアルビレックス新潟です。これぞストライカー、素晴らしい仕事をしてみせました谷口海斗。そうでね、まあ、局面変えましたからね、3人目の動きで、こちらの選手がこれもうしっかり通ればね、高木選手もチャンスあったんですけど、ここで高木選手がしっかり競ったことでセカンド拾いましたよね。ちょっとプレッシャーがね、最後サンガの方はね、寄せきれませんでしたよね。でもシュートがもう振り向きざまで、あそこに決めきる力はすごいですね。はい、まあ、サイド福田、鈴木と一致、この位置です。左足振り抜いていった、枠を捉えていました。ここは小島が素晴らしいセービング、すごいですね、あの距離でいいシュートでしたね。マルクツーリオ、個人技でかわしていこうというところだったんですが、この位置の福田です。太田が行きます。の目の前です。小島が弾く、佐藤京太、右足振り抜いた、宮本英二のクリア、ここで試合終了の笛です。アルビレックス新潟